アントニス・サマラスは、ギリシャ共和国の経済学者、政治家、同国の首相、主要保守政党、新民主主義党の党首を務めた。メッシニア県選出議会議員、財務大臣、外務大臣、文化大臣を歴任した。1993年に新民主主義党が政権を失うきっかけとなった論争を起こしたことで知られている。2004年に同党へ復党し、 2009年に大接戦の末、第七大当主に就任した。アテネに生まれ、母方の祖父である、ステファノスデルタスとその義理の父親のエンマヌイルベナ、キスによって設立されたアテネ大学に通う。1974年にアマースト大学より、経済学の学位を得て、卒業。1976年にハーバード大学より、経営学修士を取る。 メッシニア県選出のギリシャ議会議員であり、これまでに財務、外務、文化大臣を歴任した。父は循環器学の教授であるコンスタンチン・サマラス。博士、母・レナは小説家ペーネロペー・デルタの母方の孫娘である。兄のアレクサンドロスは建築家、父方のおじであるゲオルゲ・サマラスは1950年代から1960年代の長期にわたって活躍した。 メッシニア県選出の議員であった。1977年より、メッシニア県より、議会議員に連続して選出されてきた。1989年に財務大臣に就任し、その後、コンスタンディノス・ミトタキス政権下で外務大臣に就任。マケドニアとの名称をめぐる論争では、強行路線を主張した。この問題で1992年に、 外務大臣を退いた後、自らの政党、政治の春を決闘した。これは、新民主主義党よりも右寄りの政党であった。新民主主義党から議会議員が数とサマラスの党に移籍したことで、新民主主義党は1993年に政権を失うこととなった。政治の春は1993年、ギリシャ議会総選挙において4.9%を、 得票し、ギリシャ議会にて10議席を獲得した。1994年欧州議会議員選挙では、ギリシャで8.7%を得票しに議席を獲得。しかし1996年ギリシャ議会総選挙では、議会に議席を持つのに必要な得票数3%よりも、少ない2.94%しか得票できず、統制に、陰りが見え始める。 1999年欧州議会議員選挙にも、打って出たが2.3%しか得票できず、欧州議会に議席を持つには足りない水準であった。政治の春は2000年ギリシャ議会総選挙には、候補者を立てず、サマラスは、公然と新民主主義党を支援した。2004年ギリシャ議会総選挙の前に党を解散し、新民主主義党へと復党。 2004年欧州議会議員選挙で欧州議会議員に当選した。2007年ギリシャ議会総選挙ではメッシニア県からギリシャ議会議員に当選し、これに伴い欧州議会議員を辞職した。2009年1月には内閣改造に伴い文化大臣に就任。任期中の2009年7月に新アクロポリス博物館を作った。2009年にメッシニアにて、 議員に再選。新民主主義党がギリシャ議会で第一党となった2012年5月、ギリシャ議会総選挙の直後、サマラスはカロロスパプーリアス大統領に連立交渉をまとめ、組閣するよう指示されたが、議会における他の党との厳しい交渉を一日ち行った末、サマラスは組閣を断念し、第二党となった旧審査派連合のアレクシスティプラス党首に、 組閣交渉を引き継いだ。しかしその連立交渉も決立し、1ヶ月後の再選挙となった。2012年6月ギリシャ議会総選挙で、新民主主義党は再び議会第一党となり、パプーリアス大統領はサマラスに組閣を支持6月20日に全ギリシャ社会主義運動と、反金縮財政派ながら恩恵派の民主的最翼との連立政権樹立で合意し、 同日中に就任宣誓を行い首相に就任したが、PASOK、OK、と民主的左翼は、格外協力にとどまり、事実上の少数与党政権となった。サマラスは就任直後の6月23日に、網膜剥離の手術を受けるため入院し、また、財務大臣に指名したバシリス・ラバノスは、就任宣誓直前に目眩、めまいや王と、 腹痛などの症状が出たため正式就任が延期となり、6月25日に健康問題を理由にそのまま、就任を辞退したため首相と財務大臣の両方が6月28、29日に行われる欧州連合首脳会議への欠席を余儀なくされるなど、前途多難な幕開けとなった。新民主主義党が2009年ギリシャ議会総選挙にて惨敗した後、 コスタス・カラマンリス党首が辞意を表明、党首選挙を実施するよう促し、サマラスが立候補した。初期の世論調査では、本命候補であったドラバコヤンに前外務大臣、全員アテネ市長と接戦を繰り広げた。その後まもなく、もう一人の党首選候補者で、全政権で閣僚を務めていたディミトリス・アブラモポロースが、党首選挙から撤退し、その代わりに、 サマラスを支持すると表明。党大会では、前例を党首せず、新しい党首を全国的規模の党員投票で決める、ことを決定。サマラスの支持率は急上昇し、大本命として、党首選を終えた。2009年11月30日早朝、サマラスは新民主主義党の新党首に選出された。初期の段階で、サマラスの勝利はほぼ決定的なものとなり、 対立候補であったバコヤンには敗北を認め、サマラスに祝福の電話をかけた。党本部での演説で、2010年5月にバコヤンには党の公式見解に反旗を翻し、欧州連合と国際通貨基金による融資の前提となる緊縮財政政策に賛成したことでサマラスに党を除名されることになる。サマラスが 党首に就任した時点での PASOK、OK、の党首は、ゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウ首相であった。サマラスとパパンドレウは、アマースト大学の学生時代に、両のルームメイトであったが、正解では、敵同士となった。サマラスは2012年6月に首相に就任し、二人とも、首相を経験することとなった。ありがとうございます。